西口瑞穂のロイヤルスクープ。今回は私のお宝ロイヤルグッズをご紹介します。すごくないですか皆さん。これもうほぼほぼ私家引っ越しです。家から持ってきてこれを設置するのもかなり大変だったんですが、イギリスはすごいこういうねロイヤルグッズが多く作られるんですよ。っていうのも、まあロイヤルグッズのきっかけといえば、私一番大きいのはウィリアム王子とキャサリン妃のロイヤルウェディングなんですが、それが2011年でしょ。で2012年にはエリザベス女王の即位60周年のダイヤモンドジュビリー、2013年には戴冠式の60周年でコロネーションで、あともう一つジョージ王子の誕生もありました。でちょっと離れて今度2016年にはエリザベス女王90歳のお誕生日と、何せロイヤル追っかけ始めてからグッズが出る機会がものすごい多かったんです。もしかしたらね、日本の皆さんはロイヤルグッズ作っていいのっていうふうに思われるかもしれないんですが、一応そういうジュビリーとかですね、大きなイベントの時にはパレスがちゃんとグッズ作ってもいいよって、作ってもいいけどこういう写真を使ってこういう文字を入れて、おめでたい雰囲気にしなさいっていう一応ルールがちゃんと出されるんです。でそれに基づいてなら、この期間中は雑貨を作っていいっていう風な、お達しが出ます。とはいえ、それを守らない、人たちもいっぱいいてですね。でも結果的に、私が思うに王室としては、国が栄えればそれは嬉しい。かのごとく、すごい多めに経済効果があるならばご自由にっていう風な、体のようですね。なのでこのような私のこんなね雑貨、ドドンとご紹介するようなことができるわけです。で大きく分けると、実際のパリスがその商品を作って、お店で売っているそういう公式のものと、あと非公式のものがあります。で非公式の中には、例えば、エリザベス女王とかキャサリン妃が支援をされているパトロンとなられている、組織とか、あとミュージアム、あとチャリティー団体、そういうところが出しているグッズもあります。でその他、例えば本屋さんとか、雑貨屋さん、もういろんなところが好き勝手に好きなように作ってる雑貨っていう、大きく分けて、3つあるかなっていうふうに思っています。でその中のもうねちょっと本当全部紹介したいんですが、一部を紹介していきたいと思います。まずじゃあちょっと公式、どっか行こうかな。このじゃあ、関連のところから行きましょうね。ロイヤルワラント3つ持っているブランド、ハルシオンデイズのもので、こちらといえばエナメルが、アイコンで有名なんですが、そこから初めてこのキャサリン妃の肖像画を使ったものを作ったのが実はここなんです。要はパレスからお宅はこれを使っていいっていうお許しが出たのがこちらが初めてだったんですが、この肖像画の非常に評判悪かったんですが、それは置いといて、何せ私このハルシオンデイズの方とですね、エリザベス女王のイベントに出席させていただいた時に会って、それでちょっとねこの話をうっかりしちゃったらですね、流れでついつい、買っちゃった。結構これお値段がねそんなに安くもないっていうところで、ちょっと清水の舞台から飛び降りたっていう思い出もありつつの、グッズでございます。で、あとこれはね、キャサリン妃がパトロンになってらっしゃるナショナルポートレートギャラリー、写真ですね、ロイヤルの、すごい肖像画がいっぱい飾ってあるところ、そこが出した去年か一昨年、結構最近ですに作ったエリザベス女王の、写真入り T シャツ、これもロイヤルと関連がないとこんな写真使えないですね。でしかも女王が大好きなコーギーがついてて、女王好きはもちろん犬好きもこの T シャツはちょっとやばいですね。であとはですね、
あと、これはイギリスのアーティスト、ちょっと風刺的なあのデザインが得意なデザイナーが、あのキャサリン妃とウィリアム王子のまさにロイヤルウェディングの時に作った T シャツで、これすごい私お気に入り、宝なんですけど、あのセックスピストルズのからイメージされた T シャツをお二人にはめ込んだっていう、結構斬新な、日本じゃ絶対ありえない T シャツですね。で、書いてあるのが God Save the King and His Queen っていう、なんかメッセージも良くないですかっていうお気に入りです。で、その同じデザイナーが作ったのの常版、これ確か翌年、これもいいですよね。私がそのロイヤルグッズを集めて止まらないのは、やっぱり何といってもイギリスセンスがいいなので、あのあんまチープなものはですね、ちょっと省いていくようにして、おしゃれとしてセンスが良くてかっこいいもののロイヤルグッズを一応集めてます。で、あとこれね、これなかなか持ってる人いないですよ。これあの4枚セットなんですけど、これパンクの女王でしょ、で、これモツの女王と、それぞれあの4パターンの加工されたエリザベス女王が、これとかスキンヘッドですなんです。そんな女王の T シャツが4枚パックで売ってるんですが、これ実はあの日本のブランドがこれを作ったんです。ちょっといつかもう忘れちゃったんですけど、あのセレクトショップがこのブランドを扱っていて4枚パックで買ったんですけど、こんなおしゃれ T シャツのアイコンになりうる女王がすごいと思って痛く感動して、ちなみに4枚ありますけど、もったいなすぎて私が唯一下ろしてきてるのはこのパンクの、エリザベス女王のみです。よーく見ると鼻ピーしてらして、でもかっこいい。で、かっこいいといえば後ろにあるグレーの目をつぶったエリザベス女王のバッグがあるんですが、あれもナショナルポートレートギャラリーのバッグでして、かなり日頃愛用しているバッグなんですが、あのエリザベス女王の肖像画、ポートレートは実はあのロンドンのかなりヒップなレストランバーの入り口にピースポットであの絵が飾ってあるのを見た時に、いかに女王がロンドンの、ファッション、あとは夜の街にもアイコンとなり得る存在なんだなっていうのを感動しながら、あのバッグを持ってます。で、あとはですね、バッグといえば、このエコバッグ、このプリントすごい可愛くて、あの他にもいろいろもういっぱい持ってまして、うちにはあのロイヤルにまつわる、このデザイナージュリア・ガッシュって言いますが、彼女の、ロイヤルのイラストが、デッドストックでいっぱい眠ってるんですが、そのうちの一つ、これ実はこの絵の元がこのマグカップなんですが、実はさっき言ったグレーのバッグをデザインしたのもジュリア・ガッシュ、彼女で、私があのバッグを持って英国大使館に行った時に、そのジュリア・ガッシュが私がデザインしたバッグって言って寄ってきて、それ以来友達になったっていういきさつがありまして、で、彼女が日本に来日した時にそのお土産でこのマグカップを、ヴィンテージのマグですね、これを私のために買ってきてくれたんです。で、さすが彼女、すごい実業家でもあるので、そのバッグを私に渡す前にこれを、イラストに起こして、このバッグとともにくれて、しかも後に彼女はこれをビジネスとして商品化したっていう、抜け目ないですねっていう、あのいろんな思い出があるバッグです。はい、なのでこれはあの公式じゃないですね。あ、でも彼女はあのちゃんと王室にも、許可を取ってました。で、あとは、私の大好きな、ちょっとあの、全然非公式系のグッズなんですけど、これはペンケースなんですけど、いろんなアイテムがあって、実はこれをデザインしたのもイギリス人のトニー・クロスビー氏で、あのサッカーの解説とかもしてて、実は知ってる人はかなり日本であの有名なイギリス人、リバプール出身の彼ですが、彼
彼がデザイナーとしても実は仕事をしていて、全部一点物で手書き、切手はヴィンテージの切手を使って、作った商品が結構人気なんですが、その中でもこれはダイアナ妃と、チャールズ皇太子の離婚前の、切手が貼ってあって、住所もなんとケンジントンパレスっていう、これ見た瞬間これ買うしかないでしょって思って買いました。しかもちゃんとレーザーね。であとはですね、これもねお宝。実はこれこれもちゃんとねロンドン交通局、ちゃんと交通局がこういうのを作ってるところがいいんですよね。一見チープでしょ、でもすごいセンスあります。これも5ポンド札からイメージされていて、エリザベス女王、裏もほらちゃんと、裏もちゃんとこうやって手抜きなくで、ちゃんといろいろ入ります。回数券とかね。でこれ私実際めっちゃ使ってます。であとイギリスらしい、でもねこれイギリスのものじゃないんですけど、結構有名な、お紅茶ティーバッグ、カップ&ソーサーに刺すとこうやってロイヤルがゆったり浮かんでるような絵面になるっていう、ちゃんと紅茶が入ってますが、賞味期限がもう完全に切れてるので実際にはもう飲めません。これロイヤルウェディングの時の記念のものですね。もうこうやって記念の時に作られるので本当にお宝じゃないですか。その時しか買えない、なので捨てれずに困ってます。あと私が大好きなこれ、これは完全に町の土産物屋さんで見つけてすごい大興奮して買って、他でも売ってるかもと思って見たら、他でもほら微妙に指輪が違う、指輪とケースも違うんでいくつか買ったんですけど、皆さんもう分かりますよね、キャサリン妃の婚約指輪の、偽物なんですけど、めっちゃこういうの可愛くないですか。これもお宝です。であと最後、これはねもう来たばっかほやほや、今年はエリザベス女王の即位70周年っていう、記念すべき年でして、6月に大きなイベントが予定されてますが、そのプラチナジュビリーの公式グッズで届いたばっか、もうねかなり売れてるみたいで、この辺はほぼほぼ完売で売り切れてたのを再販になったところをすぐ買いました。で、そうですね、この辺今年このマークはまた一般公募で、これを描いたのはアートの学生ですね、学生さんが描いた一般の絵がモチーフになってます。で、これはエリザベス女王のイメージのマグですね。これはもうちょっと値段しますけど、ちゃんとイギリスで作られていて、おそらくストーク・オン・トレント食器の里って言われてるところで作られてるマグなので、ちゃんとね本気で作っててセンスがいいっていうところがもう私がもうハマっちゃう、理由ですね。あと1個忘れてました、これも大好き、持ってる人あんまいないと思います。これネットで探して大感動していっぱい買いだめしたロイヤルファミリーのポストカード、ここにメッセージ書きます。でちゃんと見てください、立ちます、ちょっと安定悪いね、ちゃんと立つんです。で開くと中はちゃんと後ろ姿もちゃんと可愛い。ざっと選んだ感じがこんな感じなんですけど、どうですかね、言い切れない。 あと、もう当たり前すぎて忘れてました、家にいっぱいいてこの等身大、実は他にも家にいます。でも今日は、婚約会見の時のお二人とエリザベス女王がいらっしゃいます。これ実際本当お見せしたいんですけどね、実際、はい、お目にかかった方によると
等身大とはいえもっと本当は大きいみたいです。私が立ってももう全然大きいですけどね、お二人は。でも実際はもっと大きいらしいので、会った時用にたまに緊張しないように、拝見してこう鳴らしてます。おそらく皆さん私の話を聞きながらこの壁面のいろんなものにもとっても気になったと思うので、あとはですね、後ろにあるものをご紹介ちょっとしたいと思います。それでは紹介していきます。まずはこちら、じゃじゃーん、アイコンのエリザベス女王。家にあるのを全部持ってきたらこんなにいました。すごいです。そして今度こちら、ウィリアム王子。はい、これ後ろはね、実はなんとチャールズ皇太子の絵なんです。これも、グレイソン・ペリーというアーティストが描いたエリザベス女王。すごいです。そして今度は女王の90歳の誕生日の記念に4世代集まった、なんと記念切手。この時の笑顔のジョージ王子、めっちゃ可愛いです。でこれも記念のグッズ、なんとパズル、ジグソーパズル完成するとこんなことになります。すごいですよね。そしてキャサリン妃の、出産の時の記念のトートバッグ、これかなりレアですよ。私しかきっと持ってないはず。じゃーん、王冠。オーナメントなんですけど、もうこの作りの凄さに感動して、今ちょっと我が家にやっとお迎えしました。今家のシンボルとしてこれ家にガーンって飾ります。でこれ実はチャールズ皇太子のハイグローブの、ピッチャー、もう毎日これにバラ入れて本当に飾って使ってます。すごい愛用してます。これはもう、言わずと知れたウィリアム王子とキャサリン妃のこの辺一角、ロイヤルウェディングの記念の公式のグッズですね。あとこれコーギー、これもパレスの公式グッズで、ポップアップショップをやった時に実はこれ私売ってたことがあるんですが、大人気商品の、ベストセラーでした。でその下が、これはロンドンのジュエリー屋さん、ジュエリーデザイナーが作っているダイアナ妃のモチーフのネックレス。でこの辺はなんとアフタヌーンティーとかをやってお祝いするっていうストリートパーティー用のグッズです。ペーパーのでできた便利なやつですね。これもちょっとあまりに可愛いので未だに置いてます。そしてこの下はダーッとバッキンガムのジュートボックスで、これ紫のは最新の今年のお祝いのバッグ、かなり人気のものみたいですよ。でお隣は90歳の時のパートリッジズの限定のジュートバッグでございます。こんなところかな。すごくないですか。どうですか皆さん、お楽しみいただけました、いかがでしたか。私実はですね、最近引っ越してやっとちょっと整理してこれなんですね。まあこれも全部じゃないんですけど、そして今年は本当にエリザベス女王の70周年で、これからまだ続々とものが出てくることを今かなりビビっております。というわけで、今回はこの辺で、ではごきげんよう。